玉県で7月に盲導犬、オスカー、が何者かに刺されて負傷した事件に絡んでデヴィ夫人、74、が1日、公式ブログで盲導犬制度の廃止を主張した。7月28日、この盲導犬オスカーが心ない人に刺される事件が起きました。盲導犬たちは訓練により人に対して攻撃をすることはもちろんのこと、声を上げることもほぼありません。そのため、オスカーが刺されたことに男性は気づくことができませんでした。しばらく時間が経った後、オスカーの体から流れる血が抜け毛防止の服を赤く染めた時、人に告げられて男性は初めてオスカーが襲われていたことに気づきました。オスカーの体にはフォークでつけられたような5ミリ程度の傷が4箇所、深さ1センチほどの穴が開いていました。傷は服の下にあり、服には傷がついていたことからも事故ではなく悪意のある人が服をめくって傷をつけたことは明らかです。パートナーの男性の怒り、そしてすぐに気づいてあげられなかった悔しさはどれほどだったことでしょう。その後の警察の調査では、浦和駅のエスカレーターの上り方向に乗っている時に下半身を押さえつけられ、シャツをめくって何度か刺されたことまではわかりました。しかし、まだ犯人は捕まっていません。デヴィ夫人は加害者を憎み、厳しく罰するための法改正を訴えるとともに、盲導犬が選ばれて訓練を受け、やがて引退するまでの生涯を記して、私はそんな盲導犬制度に対して強く反対の気持ちを持っております、と兼ねてから抱いていた主張を公にした。デヴィ夫人は、目の不自由な方にとって盲導犬は体の一部とも言える働きをしているのです、と理解しながら、盲導犬は、本来のネイチャー通り自由に飛び跳ねることもできず、はしゃぎ遊ぶこともできず、吠えることもできず、ただ黙々と目の不自由な方に使えるのみ、で、それは一種の虐待と思っています、と結論付けた。またデヴィ夫人は盲導犬制度を廃した後の代替措置として、白いステッキがなるように改造するとかして、盲導犬を必要としないで済むようにできないものでしょうか?と提案している。デヴィ夫人は会員制動物救援組織 ARK の会員で、6月のブログでは、犬好きの条件でお手伝いさんを募集している。